株式会社地域経済活性化支援機構は株式会社地域経済活性化支援機構法に基づき設立された有用な経営資源を有しながら課題な債務を負っている中堅中小企業その他の事業者の事業再生を支援する官民ファンドである有用な経営資源を有しながら課題な債務を負っている中堅中小企業 その他事業者の事業再生を支援することなどを目的として2009年10月14日に国の認可法人企業再生支援機構として設立16日より業務を開始した設立から5年間で業務を完了するよう努める時限的な組織であり設立から原則2年までに支援先を決定し支援決定から3年以内の支援完了を目指す 2007年に解散した産業再生機構とほぼ同じ機能を持ち金融機関からの再建の買い取りや出資、経営者の派遣も行う。機構には政府が100億円、民間金融機関約130社が100億円を出資する。また、資金調達に使う政府保障枠を平成21年度当初予算において1.6兆円分確保している。 設立は株式会社企業再生支援機構法に基づく。法案が作られた当初は地方の中堅、中小企業や第三セクターの再建を想定しており、2008年2月に内閣府によって株式会社地域力再生機構法案として法案が提出された。しかし2009年6月に成立した修正法案では、 株式会社企業再生支援機構法と名称が変更となり三席が対象から外れる一方で大企業にも対象が広がった。代表取締役社長は東方銀行元頭取の瀬谷俊夫また機構内には支援先の決定などの意思、決定機関として社外役員が多数を占める企業再生支援委員会が設置されており、 委員長は弁護士の瀬戸英雄である。2013年3月18日に地域経済活性化支援機構に改組された。また、企業再生支援委員会は地域経済活性化支援委員会となり、委員長は弁護士の松島秀樹、さらに社外取締役には前、竹尾市長の日渡し圭介を要する。資本金231億円、平成25年度予算で、 政府保障枠1兆円を措置され、支援期間も3年以内から5年以内に延長された。さらに、支援対象者への出資、融資、再建買取、専門家派遣等の業務に加え、新たに事業再生ファンド、地域活性化ファンドに対する無限責任組合員、出資等の業務が追加された。 文化庁との包括的連携協定を2018年10月10日に締結した文化財や天然記念物を活用した地方観光の活性化を目指す。ありがとうございます。